自由研究スペシャルさあみんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回は台所にあるじゃーん、これ見たことあるかな、ステンレスボールを使ってある力を体感できる科学実験をご紹介します。本当に身近にある道具だけでできますので、ぜひ皆さん試してみてください。それではレッツサイエンス。用意するものはステンレスボール2つとステンレスボールより大きい容器に入れたお水です。そして工作用紙とトイレットペーパーとチャッカマンとハサミとペンです。それではまずは工作用紙の上にステンレスボールを置きます。そしてステンレスボールの大きさのこの円のところにペンを使って印をつけていきます。さあこのように円が一つ書けました。そうしたらここの円より大きい円と小さい円を書いていきます。まずは大きい円描きます。描けました。続いて小さい円を描いていきます。はい、このように3つの丸が描けました。今描いた一番大きい丸と小さい丸のところをハサミで切っていきます。まずは大きい円の方から切っていきましょう。ハサミを使うときは手をね、切らないように気をつけながらゆっくり切ってください。みんなも上手に切れるかな。そしたら今度小さい円切っていきます。ちょっとね、切りにくいのでこのように少し折って、ちょっと切り込みを入れて切っていきます。この時も手を切らないように気をつけて切っていってください。まあ、この線通りに行かなくても多少ずれても大丈夫なので、まあ、大体の大きい円と小さい円を切れれば大丈夫です。さあ何に使うのかなこれはい、さあそうするとこんな感じのさあこんな感じの円が作ることができます。そしたら今作ったこの円を水に入れてちょっと湿らせていきます。さあこのようにして、全体が湿ったらステンレスボールのこの片方の方にこのように乗せるとぴったり収まります。さあそしたらこの中にトイレットペーパーをちょっとくしゃくしゃにしてこのように入れます。次はチャッカマンを使います。このチャッカマンは火が出ます。ちょっと危ないので保護者の方に手伝ってもらってください。さあそれでは先ほど入れたこのトイレットペーパーにこのチャッカマンで火をつけていきます。いきますよ、せーの、火をつけます。つきました。火がついたのが確認できたら、もう一つのステンレスボールをこのようにかぶせます。
さあこうするとちょっとこの辺りが熱くなってきます。熱くなってきたらすかさずお水で冷やしていきます。さあこのように冷やすとなんと、本当に強い力でくっつくんです。でもこれちょっと難しい時もあるのでコツを言いますと、まずこのお水はこのボウルの下の半分のところまでこう浸かるようにしてください。じゃないとちょっと失敗した時にこっちからお水が入ってきちゃったので、まあ、できるだけこの半分ぐらいのところまでつけてください。であとちゃんとこうボールの形がたまにこう変形してる時があってそういう時とかは、まあ、このように、まあ、こうぐるぐる回しながらしっかりとくっつくようにしたりとか、あと何人かでこう四隅を持って一緒にやると成功しやすくなります。あと火をつけてこれをかぶせるとこの周りのところは熱くなるので触らないように気をつけてください。ここ持ってこうつけていくとうまくいきます。まあ失敗してもね、何回もやり直せばいいのでぜひできるまでチャレンジしてみてください。それではどれぐらいの力でくっついたのか今から引っ張ってみたいと思います。さあどんなもんだろうね。じゃあいくよ。はい、おー結構引っ張ってるけど、あーそうみんなは転ばないように気をつけてね。あのここすごいちょっと滑るからさ、全然剥がれないんだけど、もうなんか指の方がちぎれそうなの。ダメだっていうぐらい本当に強い力でくっついているんです。それでは今からなんとこのぶら下がり健康器にこれくっつけてぶら下がってみたいと思います。さあこれがしっかりとくっついていればこの私もしっかりとこのようにぶら下がることができると思うんですが、一応成人女性じゃないですか。だからそんなものがねこれぶら下がったら普通バコンってね取れちゃうと思うんですけど、ちょっと実際に今日はみんなのために頑張りたいなと思います。それではミュージックスタート。できましたね。こんなね大きな力でなぜステンレスボールがくっついたのか今から説明をします。通常何もしないとこのステンレスボールの中の空気と外の空気の押す力は同じぐらいなので引っ張るとパカンと取れてしまいますよね。ただ今回はトイレットペーパー入れて燃やしてさらに蓋をして冷やしましたよね。そうすると中の空気が少ない状態になります。そうすると外側の空気の押す力、大気圧の方が大きくなるのでこのようにくっつ
な今日の実験どうだったかな？とってもインパクトのある実験なんだけど、使うものは身近な道具なので、ぜひ自由研究などで試してみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。